Our two nations also share an unwavering commitment to countering the North Korean threat. スペインのカタルーニャ州の独立問題をめぐり、
ペイン政府が州の自治権の一部を停止する措置を発表したのに対し、カタリーニャ州側は反発を強めています。地元メディアは州議会が近く独立宣言を否決する可能性があると伝えています。では全国の天気、雲の動きです。台風から変わった低気圧に伴う雲は日本の東海上へ遠ざかりました。西日本や東日本には大陸から進んできた薄雲が広がっています。今日の天気です。北日本は晴れる見込みです。西日本や東日本は雲が多めながらも日の差すところがありそうです。夜になると近畿や東海、北陸では雲が厚くなり雨のところが多くなるでしょう。予想最高気温です。北海道から北陸にかけては昨日より3度から7度高く15度を超えるところが多い見込みです。関東は昨日より肌寒くなり東京や宇都宮は18度でしょう。為替と株の値動きです。東京外国為替市場、現在の円相場は1ドル113円30銭から33銭で取引されています。一方、東京株式市場日経平均株価は小幅な値動きとなっています。現在昨日の終値より2円33銭安い2万1694円32銭です。東証株価指数トピックスは 1748.68 となっています。ニュースをお伝えしました。